江戸時代に始まった祭りが今も能登半島の伝統キリコ祭りは、キリコと呼ばれる御神灯を担いで約200地区で能登を照らす灯籠神事として有名。そんな神々に巡り会えるお祭りを一部紹介、レッツゴー。キリコ祭りの中でも特に豪快で有名な暴れ祭り、約350年前の寛文年間に疫病退散を感謝して始まった祭り。現在では高さ7メートル、約40数本のキリコが町を練り歩き、2基の神輿を海や川、火の中に投げ込んで暴れる勇壮な海の祭典として知られています。能登半島の魅力が詰まった能登里山里海ミュージアム。キリコ祭りだけでなく花嫁のれんなど地域の伝統的な風習や文化を紹介しています。獅子頭を持って撮影できるコーナーもあります。能登半島といえばフグ。能登近海では天然フグが豊富に漁獲されており、フグを食べられるレストランや宿泊施設がたくさんあります。迫力ある祭りの文化に触れ、この地域に根付いた歴史を学ぶことができました。